皆さんご存知ですか？スポットライトを浴びるサラブレッドの陰に、彼らを支えるホースマンたちのさまざまな物語があることを。亡きホースマンの思いを胸に二冠制覇へ。コータのおかげで見えました。本当にこの勝利は彼のおかげだと思います。本当にありがとうございました。競馬界のレジェンド、ダービーへの思いとは。どの国もそのやっぱりダービー馬っていうのはね、なんかこうすごい馬っていう、分かりやすいですから、なかなか難しいけど、勝ちたいですね。7勝目狙いたいですね。父が見たあの景色を目指して。やっぱり僕が見た光景をね、見てもらいたいな。今年はチャンスあるんで、うん、勝てるように。ダービージョッキーが調教師として向かった先は、繁殖牝馬だったら初めて、まあ、ダービージョッキーだったことで一緒になってよかったなとは思ったね。あの名馬を手掛けた名伯楽が悲願に挑みます。ダービーのね、調教師っていうことになるとやはりすごい嬉しいですよ。2021年に誕生したサラブレッド、7906頭の頂点を争う日本ダービー、そしてオークスが2週にわたって行われます。その知られざる舞台裏のドラマをご覧ください。栄光へかける日本ダービーオークス2024。クラシック三冠初戦、皐月賞。ジャンタルマントル堂々先頭に変わる。残り200を通過して2番手以下、ジャスティンミラノ外をついてはコスモキランダ、さらにその後ろから新エンペラ、前は接戦、前は接戦、しかしジャスティンミラノだ。ジャスティンミラノが制しました。タイムはなんと1分57秒1、レコードの赤い文字です。レースを制したジャスティン・ミラノはこれでデビューから3戦無敗、しかもコースレコードで1冠目を制しました。レース後、関係者からは今年4月に亡くなったあのジョッキーの名が。コータのおかげで見えました。コータが後押ししてくれたんじゃないかなとつくづく感じております。コータ君はうちの旧車の馬を調教を手伝ってくれて、このジャスティン・ミラノも最後の最後まで乗ってくれてて、本当にこの勝利は彼のおかげだと思います。現役最多のダービー3勝を挙げる名門、友道康夫厩舎から現れた無敗の皐月賞馬が紡ぐ絆の物語。激闘から4日後、ジャスティン・ミラノは立東トレーニングセンターにいました。基本はおとなしいんですけど、まあ、それが今から運動出ますよとか乗りますよって言って蔵を置き出すと急に気合が入って早く出してくれみたいな感じになるんで、極力あんまりこう馬にプレッシャーかけないというか、あれしないようにはしながらはやってるんですけど、それでもやっぱ若い時、2歳時に比べるとだいぶオンとオフがこうついてきたんで。ジャスティン・ミラノの日頃の世話を担当しているのは山田正和調教助手。2003年から友道厩舎を支える山田さんにとって、皐月賞が初めての G1 勝利でした、ね、今までこう20年以上お世話になったのが皐月賞でやっと一つ恩返したかなっていう感じなんで。高校時代に
競馬の魅力に取りつかれたという山田さん。大学で馬術を始めると、卒業後は北海道のノーザンファームに入社し、ホースマンとしての経験を積んできました。その時の同期が同じ友道厩舎にいます。ジャスティン・ミラノの日々の調教を担当する藤本純調教助手です。22と19? 何歳でしたっけ？僕19だと思います。僕22です、はい、同期少なかったんですよね。今の高野調教師と僕と藤本とあと1人いたぐらいだったんで、はいはい、そう2人、まあ、まあまあ仲良かったですね。みんなもう昔からの長い付き合いなんで、だから僕も遠慮なくやっぱ言いたいこと言えるし、でそれがあの皐月賞の勝利につながったんじゃないかなと思っています。藤本さんは2018年にダービーを制したワグネリアンを担当していました。先頭はワグネリアンだ。ゴール初ジワンがダービーをうまくいきました、はい、全てがうまく噛み合って勝てたと思っています。皐月賞を制した同期の2人がダービーで2冠制覇を狙います。このまま無事行ってね、あの2人でまた喜びを共有できたらなとは思いますけど、はい。そしてもう一人、この馬の躍進に貢献した人がいます。今回の皐月賞はね、あのコータの後押しがあって勝てたんで良かったと思います。ね、コータが攻め馬してくれてたんでね、こう嬉しいとかっていうよりもなんかほっとした方がでかかったですかね。これでコータに報告できるなっていうのはやっぱり大きかったですね。4月10日、落馬事故により35歳の若さでこの世を去った藤岡浩太騎手。外からナビュールだ。ナビュール強襲かわした。ナビュール8度目の G1 挑戦で初勝利。ナビュールだ。藤岡浩太 G1 制覇。去年のマイルチャンピオンシップで14年ぶりとなる G1 勝利も果たし、さらなる活躍が期待される中での出来事でした。友道厩舎とのコンビでは2021年の京都大賞典で馬鹿引きに騎乗、ダービー馬をおよそ5年1ヶ月ぶりの勝利に導き、競馬ファンの感動を呼びました。浩太騎手は事故の直前まで友道厩舎の調教に騎乗、最後までチームを支えてきた仲間でした。フリーになった時だと思うんですけども、まあ、うちの助手からか浩太の方からか声かけて、そこからこううちの厩舎の調教を、ね、手伝ってくれるようになって、本当にもう火曜日からね金曜日まで乗ってくれてたんで、はい。ジャスティン・ミラノもまたデビュー前から浩太騎手が調教に乗っていました。今でも覚えてるのは共同通信杯の1週前の追い切りに乗ってもらった時に、いやこの馬多分来週共同通信杯走ったらあの3歳の勢力図変えるかも分かんないよっていうぐらい、なんかあの時あの手応えを、ね、感じてくれたみたいで、僕もその言葉を、ね、聞いてね、あのよしという感じで共同通信杯に臨みましたよね。皐月の前の後は1週前の追い切りはもうあの1週前のね動きとしては最高でしたっていうのが多分彼と交わしたあの会話のね最後の会話だと思うんですよね、はい、その言葉通り皐月賞を制したジャスティン・ミラノ、友道調教師の4度目のダービー制覇へ期待も高まる中、今年はさらなる思いも。やっぱりこのジャスティン・ミラノがね今後走ってくれればね、藤岡浩太が調教してた馬だっていうことでファンの皆さんの心の中にもね、ジャスティン・ミラノと藤岡浩太のねことが
胸に刻まれると思うんでね、藤岡浩太のためにもね、やっぱりこのジャスティンの活躍できるようにね、頑張っていきたいと思いますので、ダービー応援よろしくお願いいたします。